静かな海というのは危ないって。そうなんや。海の時は気をつけって。あ、不思議第100課。これコンセプト何？コンセプト、コンセプトを教えて。え？いやいや、いいじゃないよ。あの、助けてって。不思議大百科で助けてって。なんか辛いことあったの？大丈夫ですか？もうずっとヘデやられてる。いやいや、もうまた言うてる。本当うるさいね。ちょっと開けとくわ。いや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 、乗ってるやんか。死ぬから。乗ってるやん。何このターバン巻いてるし、誰この人本当に。ああ、ちょっと自己紹介。いや、自己紹介してあげへんの。いや、もう乗らんでええねんだから、もうそれ。アップスー修正さんです。アップスーさん、どうも。お風呂上がりのアップスー修正です、うん。あ、そうそう、あの不思議大百科でもあのすごく取り上げている、うん、その近くの銭湯ね。でも、あ、ちゃんと一応言っといた方が。あ、だから文様作家、はい、プラス、うん、あの階段もやられます。そうですよね。アップスーさん、はい、もうめっちゃ細かいんですよ。なんかすごい、あ、でも細かいのよ。言い方、性格みたいな。細かいのよ、もう。あのね、アプスー修正はね、細かいのよ。あれ、結構高いねんて。いや、そりゃそうやわ。細かいのばっかり書いてるから時間かかるから、ちょっとお値段は上げさせていただいてるんですけども、うん、その代わり、あの、満足度のいく作品を書いてます。そうそうそう。ああ、素晴らしい。多分ネットですぐ検索したら出てくる、出てきますよ、ね、皆さん。アプスー修正で検索してください。でも今日はそんなんいいねん。あ、そうそう、お風呂上がりやね、うん、俺は。そうで、その近くのね、不思議大百科で、うん、って有名な、え、牛田百、え、え、牛田百科で不思議大百科。あ、牛じゃない、不思議大百科でね、はい、あの有名なあの銭湯です、うん。どうでしたか？どうでした？その前にまず聞いてほしいのが、うん、まあ、今回俺がここにいるのは、うんうん、田中さんのデザインの方のお仕事に関連したことで、うん、進捗を確認するために来たんですよ。そうそうそう、そうやったんですね、はい。で、ただ遊びに来たわけじゃない。ではなくて仕事で来たんですよ、うん、私は。はい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 。で、ちょっとその進捗の方が芳しくないということで、はい、今日はちょっと、まあ、長く見守りたい、田中さんを見守りながら応援したいなっていうことで、はい、ちょっと自分を気合い入れるためにお風呂行かさせてもらいますということで、はい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 、近くにいい銭湯がありますからということで行かさせてもらって帰ってきたら収録やってんねん、うん、そうやね、うん、いきなり。しかも結構長い間、うん、長い間2時間以上やったよね、うん、何やったらもうそれでちょっともうデーや言われて、うん、そう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 、いいけど、うん、さっきだってもう飲んでたジンに陰謀入ってた。そうそう。アプスーさんも、うん、あの、ほんまにあの、すごく優しい方なんでね、うん、そのお風呂上がりを演習するために、今こうやってタオル巻いてるけど、うん、もう中、もう完全に乾いてるから。うん、完全に。だいたいもう2時間ぐらい、引きっぱなしやったね。行ってどうでした？銭湯。あ、人いました。人ね、一人だけ。あ、あ、一応いたんや。かなりゆったりした雰囲気で、あ、まあ、夜は結構空いてるんですよね、うんうん、で、まあ、もう話は聞いてたんですよね、うん、はい、暑いぞ暑いぞって、うん、だからあの湯船がね、うん、低温湯、中温湯、高温湯、うん、はいはいはい、そうそう、で、まあ、あの体洗ってから、はい、あ、じゃあちょっと入ろうかなと思って、うんうん、まあ、いわゆるこう低温湯、一番低い温度のところが、うん、人がね2人ぐらい入ってたら、あ、そうそう、パンパンぐらい、一番ちっちゃいのよ、うんうん、で、そこをでかくしろ言うねんな。中温と低温のところ、うん、演出なんかな、あの泡がブクブクしたんだ、ね、あ、そうそう、あ、なってなってる、うん、で、あの高温のところだけスーッと、うん、あの波一つない状態、うん、なんていう、身なぎ、なぎ、なぎ、なぎの状態です、ね、田んぼのさ、うん、なんか、あ、ガラスのようになってるね、田んぼの水鏡っていう、水鏡っていう、綺麗やねんな。でとりあえずさ、あの熱さ聞いてたからどんなもんかなと思って、うん、まずは手で高温の方パッて入れてんやんか、高温に、うん、高温に、うん、そんな熱くないなと思って、ですごいな、で中温油の方にも手入れてん、うん、そんな熱くないな、すごい、で低温の方入れてん、うん、まあまあ入れるわということで、ひとまずは低温のとこから入ってみてんか、すごい、うん、
でもさ、手で入るのと体全部入れた時って、うん、温度の感じ方全然違うの、あ、はいはいはい、低温のとこでも、うん、あ、これ結構熱いよって思って、はい、でも結構心地いい感じやってんけど、うん、あの他にもお客さんいたからさ、うん、俺が低温入ってたらちょっとな邪魔になるかもしれへんから、うん、まあ、我慢できる範囲やったら中温の方行こうかなと思って、うん、中温の方入ってんやんか、うん、熱いなあの結構びっくりして、アプスーさんのそんなでかい声初めて聞いた、熱いなっていうの、あのここら辺まで入れた時に熱っと思ってあれおかしいなと思って、うん、でも53度あるからね、熱で、いやでもそのままあの頑張って入ってん、ここら辺まで、おお、すごいすごい、うん、ブクブクしてるやんか、うんうん、あのブクブクのせいで波立ってんねんけどさ、うん、その水流によってさ、こうまださあのお湯かかってんとこまでこうかかってくんねやんか、あ、それがさ慣れへんねん、ずっとここらへん暑いねん、あ、わかるわ、じゃあ今日結構暑かったもんね、うん、で、まあ、ちょっと暑かったけど、うん、もう高温の方を暑い暑いって言うから、うん、え、高温はだってもうマジで、え、うん、高温言ってんやん、すごい、だってあれ音するからな、音、うん、テレレテレレって、マジであのフライドポテト上がった、ポテトそう、そう、上がってもらってるやん、1分ぐらい入ってたら鳴るらしい、それ、へえ、うん、でも頑張って、はい、あの入ったの、そう入ってん、足パッてつけて、うん、でさ、さっきまで中音量入ってたからちょっと慣れてたのかな、あ、確かに確かに、スーって入ってってんけどさ、うん、その時あの高温によってさっきも言ったけど凪の状態やね、うんうんうん、波一つがないねんか、うん、でその時にふっと思い出したんが、うん、俺屋久島で漁師やってたん、うん、はい、あの、もう昔そうそう、うん、聞いたことある、うん、あの魚の方の漁師やっててんけど、うんうん、その時にあの船のまあ言うたらまあ大将みたいな人が「凪、うんうん、の時は気をつけ」言うて。よう言うてて、なぎってやばい、そうそう、なぎの時も風がない時の波の、うん、がスーッと波がなくて風もない、うん、その時静かな海というのは危ないって、へー、そうなんや、なぎの時は気をつけって、へー、そう言うてた時、思い出した時にあの何も感じひんかったはずやのに、うん、感覚がギューッと開いて、うん、なんかね危険察知能力っていうのが頭の中にピュンって広がってさその瞬間、うん、熱さちゃうねんな、痛みが入って痛い痛い、あ、分かるわ、毛穴に痛みがズズズズズって入ってきて、サッてやって、うん、これは入られへんと思って、いや、入れただけです、いや、入れただけでもすごいと思う、うんうん、すごいわそれは、でもそのまま上がったもん、うん、いやだから、うん、あのさっきも言ったけど、そのもう2時間ぐらいねちょっと収録してて、うん、でアプスーさんこの状態で待っててくれたんですよね、うん、なんかまだ顔赤いもんね、やけどしてんちゃう、なんか全身、うん、であそこさシャワーの温度待つんだね、暑いね、シャワーが低温いうぐらいあると思うね、あんねん、あれなんやろな、同じあれなのかな、僕、うん、僕ね結構最近は中温油普通に入るんですよ、うん、最近、あ、まあ、でもあれもね50度超えてる時もあれば45、6、7度ぐらいの時もあるんですよ、うん、で日によってちょっと若干違うから、うん、生きる時は結構生きるんですよ、生きるよな、そうでも中温油入るじゃないですか、で上がるじゃないですか、でシャワーやるでしょ、熱ってなるんですよ、だからやっぱり相当熱いのは熱いと思うんだけど、うん、でもあそこ外気浴のスペースあるやん、あ、外にね、鯉がいるところさ、うん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 、あそこの楽しみ方としてはまず低温油じっくり入って、うんまあ、体をちょっと拭いて、うん、外気浴のところで少し涼む、はいはい、まあ、タオル巻いたりしてさ、うんうんうん、で体が冷えてきたら次中温油行って、うんうん、で少し温まったらまた外気浴、うん、で最後高温油行ってまた外気浴して体を、まあ、ちょっと流して、うんうん、変えるっていうのが一番いいスタイルじゃないかなと思って、そしたら全部やけどしてんね赤いやん、全部やけど、うん、全身やけど、でも確かになんかあのそれ聞いたら、うん、あのあなるほどってちょっと思うよね、うん、あのサウナないから、うん、そうだからちょっとあのサウナの楽しみ方とちょっと似てるようなお風呂の入り方ができるんじゃないかなと思ってて、暑いからね、うん、おっさんおるわ外気浴、うん、あーまっカッカになってくるよな、やけどしてるやん、だからそれも軽くしてんねん、うん、
ああそうか。いやでもなんかこう体験してくれてちょっと嬉しいですね。うん、うん、だからなんかこの見てる人の中でね、高温油俺はいけるぞっていう人がいたらね、うん、ぜひちょっと行ってみてもらいたいですけどね。あれはそれでそのなんていうの、ノリノリの時の高温油な。ああそうそう、一番、うん、一番ピターってしてる時の高温油、絶対あの湯気だけがファーって上がってる時のね、うん、だちょっとなんかもうあの波がなさすぎて、うん、固形なんかなと思うぐらいやね。そうあのなんすかね、全く空気の入ってない、逆に氷に見えるよね、うん、逆にで、あそこだけスーンとあの綺麗やね、綺麗綺麗綺麗、多分誰もあんま入らへんからタイルとかもあんま汚れてないね、うん、ああそうやわ。でも僕もね実は高温油機能なんですけど、うん、入った。いやね、まあ、中温油普通に入るんですよ、うん、いつも。で、まあ、中温油と高温油の間のところにいて、うん、でたまにこう手でこう行って、暑いよなみたいな、うん、とかやってたら、うん、あの、だからおじいちゃんがいて、うん、で、そのおじいちゃんが、あの、まあ、ちょっとこう気さくな方やったんですよ。うん、で、なんか、兄ちゃんこの辺住んでんのかみたいな。うん、いやいや、あの、ここじゃなくて、まあ、僕淡路島なんですけど、うん、あ、そうなのかみたいな。で、なんかすごいこう、ちょっと結構会話してたんですよね。うん、で、そしたら、兄ちゃんはこういうのは入らないのかいみたいな、うん、って言って、いやなんかもうここのお風呂本当に暑いじゃないですかと。だからもう中温油でも結構暑いけど今もう我慢してる感じですって言ったら、あの高温油は上は結構本当に暑いと、ほうほう、でも、うん、下はぬるいよなんなんその理論そうで、あ確かにと思う。いやそういうのあるじゃないですか、お風呂ってなんかその上はめっちゃ暑いけど下は意外とそうでもないみたいなあるから、あなるほどなと思って、だからあの兄ちゃんあの一回頑張って入ってみなよみたいなことを言ってきて、うん、あそうですか、まあ、ちょっと頑張りますって言って、まあザブンって行くのは本当は危険なんで、うんうん、いつもこう手をねピュッてつけてたんやけど、それ上積みじゃないですか、だから下までガッて行ったら全然そのやっぱ温度違うんちゃうかなと思って、うんでそのいつもちょピチャって何回やって、ああ行くか行くかと思ってズッって言ったんですよ、うん、あざもう全然もう下まで暑いからあれ、うんうんうん、ほんまに。でそれおじいちゃんがそれ見てて、ああやっぱりそうかって何やねんそれ思って知らんかった知らんかったんやん、適当なこと言われて、そりゃそうか試させてる、試させてんねんいやでも実は今日俺、うん、ほんまに1回目行って、うん、まあ、ほんま幸運なんやろな、うん、幸運油入ってる人見て、入ってた、マジで入ってる人いてん、そやん、最初に言ったけど一人だけ入ってたって言ったやんか、うんうんうん、どうもその人の体の洗い方とか見てると、うん、慣れてる人やなと思ってて、ベテラン、そうだからもしかしたらこの人を観察していたら、うん、高温油の方入ってくれるんじゃないかなと思って、うん、はい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 、見ててんやんか、うん、で自分が着替えてる時に、うん、高温油の前入ろうと立ち止まっててんな、うん、あの人入るんじゃないかと思ったら、うん、入って、うわすげえ入ってんけど、はい、全身は入らへんねん、え高温油の真ん中で、うん、もう直立不動で立ってずっと手見てんねん、いやでも修行なってるやんそれで、じーっと俺も脱衣所のとこから見ててんけど、うん、その状態で3分ぐらい追って出ていってん、だからあんだけ慣れてる人でも、うん、まだ全身浸かることができないぐらい熱いんやろなと思って、いやちょっと待てよその人なんか下半身だけつけてんねんな、あたまにおるからなそれちょっと、うん、性病直しに来るやつそうなんか言うてましたよね、うん、なんかマジで、うん、あの消毒として使ってるやつをマジでその人ちゃうもしかして俺はそのやり方はルール違反やぞ、うん、え、ちょっと俺もう高温油絶対入らんたまにおんねん、あの病院行けよって思うんだけど油脂しに来てんのそうそうそう、ウイルス全部死ぬと思ってる暑さで、いや確かに、いや確かにそうなるかもしれん、そんなん言ったらあの銭湯の風評被害になるからやめときや。あそうやな、名前言ってる。名前出してるあかんで、それは。名前ピー入れとこ。ピー入れといて。編集頑張って。でも大丈夫やわあれ。うん、あのそんなあの
ウイルス死ぬもんね。結果ね。だから何の微生物も生きてないです。はいはい。なるほど。だからあの澄み切った色やねんな。そう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 。はあ、まあちょっとじゃあ後半はね、ちょっとあの、うん、アプスーさんの階段、うん、ちょっと聞きたいな。階段やってくれるの。せっかくやから。うん、ねちょっと、まあ、今回そのお風呂のね、まあ、入ってもらったんで感想をちょっと聞いたんですけども。うんちょっと後半、まあねはい、お風呂の感想だけだ言ってんの。でもあれやからアプスさんあのこの辺多いから、うん、あの銭湯が、うん、だから名物銭湯がまだまだあるのよ。あじゃあもう毎回銭湯帰りに収録来たらいい？うん、あそうあの何でしたっけあの匂い何でしたっけ？あ草屋。あそう草屋。草屋と同じ匂いする銭湯がある、ね。それ興味深いな。うん、うん、浮いてたらしい。せやんそれ。風評被害やから。名前言うてないの。あそっか。あそっか。ああそうかそうか。まあ、それ気になるけど、ね、それ言われて行きたくなるそこ。ならんよ。うんこは浮いてないでしょ、うん、別に。名物銭湯がある。いい銭湯がある。草屋の匂いがする。うんこ浮いてた。行きますってなる。めっちゃいい銭湯。露天風呂でね。そうね。そうそうそうもうすごいいいとこなんですけど、ラテン風呂に浮いてた、まだ運行が浮いてる、だ浮いてないね、嘘つくな、はい、じゃあということでちょっと後半よろしくお願いします、よろしくお願いします。はい